ワット・タイラーの死を描いた中世の絵画ワット・タイラーはイングランドの農夫。ワット・タイラーの乱の指導者として知られる。彼の半生についてわかっていることは少なく、出生時の名前はウォルターとされるが性については不明で、タイラーの名は屋根瓦職人であったことからついたと考えられている。歴史家の中にはタイラーについてケント、またはエセックスで生まれて、 フランス王国との戦争に参加したのではないかと考える者もいる。1381年に農民の反乱が起きるとタイラーはジョン・ボールと共に指導者としてこれに参加。カンタベリーを占拠した後タイラーは反乱軍をロンドン郊外のブラックヒースに導き、ついで市内に侵入した。時のイングランド国王リチャード2世はマイルエンドで反乱軍を出迎え、 農夫の要求を保証すると約束した。しかし、6月15日に反乱軍と国王側の二度目の交渉が行われている最中に、タイラーは、ロンドン市長、ウィリアム・ウォールワースに切りつけられ殺害された。そして反乱自体も、彼の死の直後に終了した。ありがとうございます。